公院文廟は、中華人民共和国治安水省無尺市公院し、墨江街道に位置する孔子を採取する病所。公院文廟は、北宋の慶介三年に建立された。真の建立二年に、上州府地夫妻樹は、文廟を全面重だけした。金星を、玉振り部を増築した。建立三年、墨江書院は、学宮に転入した。同光元年、 チャンスー学生用文殿は、聖学教、東学教、大取り進む場所を新築し、文字教を解体し、中街の南側に障壁を建設し、東西の両端に門を設置する。皆、豊か十年、太平天国軍は、公院城を占領して、文廟はまた戦火に破壊されて、石梁、石岩と石棒だけを残します。同治六年から五年まで、十二年間で、 全面的に再建し、銀46,670両を消費し、御事教閣が再建されていない以外、他のデインは元の通り回復します。1901年に公使館と改名し、1903年に高等小学校を建営し、1905年に専門学校を設立し、1912年に公院県第一高等学校に改名した日中戦争の時、 文廟は大日本帝国陸軍の大きな破壊を受けした。日中戦争後及び中華人民共和国成立後、文廟は中学校校舎として長期にわたり、大勢殿は配給物資貯蔵所として危ぶまれ、明林堂は学生食堂となった。1993年に公院県中学校で新しい住所に引っ越して、元の住所は及び企業中学に改作します。 1995年には学校から独立した文廟建築が全面的に整備されました。同年、チャンス商人民政府は文廟をチャンス商文物保護単位に認定した。2007年から明人堂内で国学系盲犯を開催しています。2010年の中秋節、婚院文廟は第一回の祭り交代展を行した。障壁。 特配天地棒、道館古今坊、金星門、玉振門、星門、橋、激門、大聖堂の明林堂、御事震災、自臭、最大聖堂の明林堂、池の三峡、ありがとうございます。